ポーターはアメリカ海軍の駆逐艦。ポーター級駆逐艦のネームシップ。艦名はデビット・ディクソン・ポーター大将及びその息子のデビット・ディクソン・ポーター海軍大将にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。ポーターは1933年12月18日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港する。1935年12月12日に カーライル・パターソン・ポーターによって、命名、浸水し、1936年8月27日に、フィラデルフィアで、艦長フォレスト、ビーロイヤル・中佐の指揮下収益する。北ヨーロッパ海域での成長後、ポーターは1937年5月に行われた、ジョージ6世の戴冠式に敬意を表して、ニューファンドランド島のセント・ジョンズを訪問。 1937年6月から7月に行われたボーイスカウトジャンボリージにはワシントン海軍交渉に停泊していた。その後太平洋艦隊に再び配属されパナマ運河を通過して1937年8月5日にカリフォルニア州サンフランシスコに到着した。ポーターは第二次世界大戦が始まるまでサンディエゴを拠点として 太平洋艦隊と共に活動した。1941年12月5日、ポーターは真珠湾を出港した。日本軍による真珠湾攻撃の2日前であった。ポーターは巡洋艦及び駆逐艦と共にハワイ海域を紹介し、1942年3月25日に船団と共に西海岸へ向かった。ポーターは西海岸沖で、 1> 第1任務部隊と共に続く4ヶ月間活動した。8月半ばに、新珠湾に戻り、ハワイ海域で訓練後10月16日に、第16任務部隊と共に出航、ソロモン諸島に向かった。1942年10月26日、第16任務部隊は、ガダルカナル島北東部で、日本軍と交戦する。戦闘レポーターは、雷撃を受け損傷。 乗組員はかの放棄し、ポーターはショーの砲撃によって沈められた。不時着したエンタープライズの雷撃機の救助に向かった。ポーターは雷撃機から誤って発射された魚雷が命中したのである。ポーターは1942年11月2日に除籍された。ポーターは第二次世界大戦の先行で一個の従軍聖章を受賞した。ありがとうございます。